あるぞ。光と火属性の加護を受け、いくつもの補助効果を備えたぶっ壊れ性能の鎧、ベレヌスの聖骸。レベル分の状態異常耐性を付加するテウタテスの天巡。加護を受け、魔力回復効果を備えた夜天の街灯。雷光をまとい、閃光の刀身を生み出す聖雷の剣、カラドボルグ。間違いない、いつも遊んでたゲームキャラ、アンスラッシュ。本当になんじゃこりゃ。魔法のファイヤー。使えるな。職業は天騎士、サブは教皇だった。魔法師のファイヤーは使えないはず。でもここじゃ天騎士に着くまでに覚えた各職業のスキルを使える。強すぎる。町か何かを探すか。ゲート。ここに来て初めて使うが、いけるか。ヒール。互えるが手を貸そう。鎧ラリアート。マナバイトから、こんなものまで使って。アンチカーズ、ヒール。こんにちは、アークです。それよりアーク。ん？あの小窓まで転移魔法で飛べる？うん。短距離転移。では行くぞ。ゲート。これは。カズ。そうね。ワイバーンブラッシュ。ヨアーク君、みんな喜んでるんだから。それより私と少し手合わせしてみない？手合わせ。ディメンションムーブもらった。それにしてもこの体は呪いによるものなのだろうか。アンチカーズ。あ、お、お、あ、アンチカーズ。ボスを叩き、ディメンションムーブ。リジェネティブ。この魔法は生命力マックスで復活できるが。よし、リジェネティブ、リジェネティブ。あれは天使様。波状金銃。敵の目を引きつけるド派手な魔法といえばロックンブレッカー。
トン岩下昇拳。我ももう一発派手なのをロックファイング。忍術と我の魔法が合わさり威力が増してしまったということか。よし、調子に乗った骸骨が瓦礫に埋もれた気がする。ライトニングダンパー。待て待て、その娘怯えているではないか。鎧デコピン。明らかに様子がおかしい。術をかけられたか。ならばアンチカーズ、アンチカーズ、アンチカーズ、アンチカーズ。今確かに飛んだ。ファイヤー。基本色戦士戦技スキル、シールドバッシュ。こちらに気づいた。生きてる。盾が間に合ってよかった。ワイバーンスラッシュ。今ので傷一つもついておらんとはな。シールドバッシュの鎧ライハート。ディメンションムーブ。日本と引き換えに我を倒す腹積もりか。上級職聖騎士戦技ジャッジメント。5分で型をつける。召喚天国魔人イフリート。イフリート